今回はナンジェイミンのラブコメ妄想スレを紹介します。2008年9月のスレです。今朝登校中に20人くらいパンを食われた女の子とぶつかった。全員クラスの転校生だった。これはエロゲになる。上司、ちょうど一君の周りは20人座れるわね。軽いいじめ受けてね。女 A、あ、今朝のパンツ覗きま。女 B、あ、今朝のパンツ覗きま。かっこ中略。女 T、あ、今朝のパンツ覗きま。うぜー。もはや連続大量覗きま。これくらいやってくれた方が新しくていいな。そして帰ると皆お隣さん。狭すぎ。まず20人の属性考えようぜ。ツンデレ、お嬢様、無口、クーデレ、天然、アホの子。あとはデレデレ、ヤンデレ、スポーツマン、剣士、アメリカ人。一人男混じってるぞ。もちろん20人とも、幼少の頃結婚する約束して引っ越してしまった幼馴染なんだよな。神展開だな。幼少時プレイボーイすぎだろ。待てよ、1が転校生じゃね。天才じゃね。20人もぶつかったら体ボロボロになってる。モレノの脳内では3級のおばちゃん先生の代わりに来た若い女教師の車と、教育実習に来た大学生のお姉ちゃんのバイクにも惹かれてる。スクールデイズの誠ですらたったに、3人で首解体だったのに、20人だと。公開処刑とか血祭りレベル。一人はトースト、一人はクロワッサン、一人はフランスパン、一人はチョココロネ、一人は。両親の置き手紙で今日から海外に旅行もしくは出張に行くんですね。それと入れ替わりに20人の幼馴染が面倒見に来ると。そもそもお互い同じ方向に行こうとしてたら交差点で正面衝突なんてしないからな。21本の道から1本の道へ一斉に駆け出したら可能。順番に20人ぶつかったのか、一度に20人クラッシュなのか、大事故。この道で出会ったんだよね、私たち。ってのを20回やるわけだろ。20人と一度にやれば1回で済む。が、20またによる修羅場も味わうことになる。一人は車で出勤してる女教師にしようぜ。夢の 21P。ハーレムエンドあったら主人公絶倫すぎる。学校がこういう土地にあればオッケー。そんな道を作った奴の顔が見てみたい。攻略本何ページやるんだよ。なんか女子柔道部の朝練に巻き込まれたのを想像した。主人公、やべえ、遅刻遅刻。新学期初日から遅刻できないもんな。主人公が走っていく坂道。小さな交差点から見慣れない女の子が。ヒロイン、じゃ主人公、うわ。ドシン。ヒロイン、もうどこに目がついてるのよ。主人公、格好をしろ。ヒロイン、じゃエッチバカ変態。パン。主人公にビンタをかまして走り去っていくヒロイン。友人 A、お、見事な手形だな。一体何があったんだ？主人公、ほっとけよ。友人 A、それより知ってるか？今日このクラスに転校。教師、あ、ホームルーム始めるぞ。みんな席につけ。実は、このクラスに転入してきた奴がいる。入ってきなさい。ヒロイン、失礼します。主人公ヒロイン、あ、ヒロイン、あんたさっきの機関。主人公、あれは事故だ。教師、お、なんだ、お前ら知り合いなのか？ちょうどよかった。じゃあ、かっこ主人公の隣に座りなさい。主人公ヒロイン、それが20回分あるんですね。わかります。20人次々にぶつかるとか、俺だったら命狙われてると考えるけどな。20人が、主人公の隣の席にどうやって座るのかが問題だな。完璧大ストリゲームするのか、枝分かれ式の道だと、すべてのヒロインとお隣さんという条件が達成できない。故に地形はこうなる。どんな豪邸なんだよ。ローマ王国のような街並みですね。主人公の机を囲んで全員の机を円形にすればダメだ。主人公の後ろ姿しか見えない娘がかわいそうだ。主人公どんだけはぶられてたんだ。二刀追うもの一刀も得ずということわざがあるように世の中甘くないのです。友人たちとの充実した学校生活を送るか女の子20人に囲まれるかのどちらかです。それに89にもあるようにみんな平等でなくてはいけません。そうすると必然的にこのような形になるのです。そう並べるならこれでよくね。それだとありきたりじゃないか。俺たちが望んでるのはあくまで充実した青春時代なはずだ。こんな感じで突き抜けていくんだな。こうですね。バンバンぶつかっていって最終的には、位置を囲むようにパンチラ。例のポーズに気づいて隠すまでに全員分見渡すの厳しいわ。主人公が席を自動で授業中に行ったり来たりすれば解決じゃね。バスの補助席かよ。今朝登校中に20斤くらいパンを加えた女の子とぶつかった。それ人間か？20斤を加えられてる時点でただの女の子じゃない。すごい顎の力だ。包装食パンの表示に関する公正競争規約では、菌については、保証内容重量が 340g 以上のものは、1菌と表示することができるとされています。20菌 ×340g イコール 6800g。6.8 トンのパンあんまり想像できないが、アンパンマン並みなんだろう。つまり登校中に20人のパンを加えたアンパンマンにぶつかったんだな。なんかもうカオスだな。今更なんだが、ぶつかるのって水平方向とは限らないよな。空から降ってくるのか。マンホールド缶。まあ冷静じゃないお前らに一言言っておくがな。人間に突起している部分が20本あることは知ってるな。そう、指だ。朝起きたら指が女の子になっていただと。俺が言いたいのは夢の 21P についてだ。よう主人公、大人になったら結婚しようね。
両ヒロイン20、約束だよ指切りだよ。なるほど。20人同時でいけるな。机の大きさが均一であるとは誰も言ってないぞ。神が現れた。掃除大変だなこれ。いろいろと突っ込みたいが追いつかない。20人に囲まれたら3秒で射精できる。じゃあ計画考えるか。 A メガネ院長タイプ、 B ツンデレ、 C アンデレ、 D スポーツ少女、 E 帰国子女、 F お嬢様、 G 武士道、 H 天然ボケ、 I おとなしい発光少女、 J 淫乱巨乳、 K 双子、 L 双子、あとは任せた。幼女がいない。あと全部親戚で OK。 ボーイッシュ、電波、合法ロリ、女装子。また男が。セクロスする時もヒロインが横一列に並んで主人公が一月ずつやるんだろうな。DB のファンを20人くらい口に詰め込んでる女の子を想像して泣いた。DB はドラゴンボールのことです。どんだけ想像力豊かなんだよお前。転校初日って教科書ないけど、やっぱり主人公が見せてあげるのかな。夕暮れ時に川沿いの土手を21人で歩くんだろ。クリスマスとかバレンタインは20個もらえるんだよな。嬉しいけどお返しとか超大変。このままじゃ拉致が開かないから、事故とか病気とかも解いた世界に帰るとかで人数減らそうぜ。減らす必要があるか？ MBS ならやってくれるさ。MBS は良質なアニメの放映で有名な毎日放送のことです。マッドサイエンティストなヒロインがいて、他のヒロインを合体させちゃえば数減るじゃね？実は20人とも平行世界から来た同一人物って設定にすると SF チック。プレイヤーの選択によって、1周で2人ずつ減っていく新感覚ルートシステム搭載。20人全員ヤンデレ。1人を選んだ後は残りを倒していく新感覚格ゲー。手を選んだら、B に首を絞められて起床し、C に階段から突き落とされ、朝食前に D に刺されそうになり、朝食には E が大量の放散弾を盛り付け、通学中、F がバイクで跳ねようとし、G に横断歩道カッコ赤で突き飛ばされ、なかなかハードだな。F は藤林京だな。A メガネ院長タイプ。カッコ中略。M おとなしめメガネっ子。N ツインテールおてんば娘。O 純粋。B ポニーテールちょいツンデレ。Q 腐女子。R 文武両道美人。S 振り回されっ子。優柔不断。D 不思議ちゃん。B は俺の嫁。J で俺はデッドエンドで。お前らスレタイをよく読むんだ。今日登校中に20人ぐらい、ファンを加えた女の子とぶつかった。これは1の集団が1人の女を取り合う話じゃないか。1111111、そっちの方が面白そうだ。20人の主人公が1人のヒロインを取り合うバトルロワイヤル。最後は主人公みんな死んじゃってヒロインは誰のものにもならないんですね。それもうヒロインが主人公じゃね。ちょっと思ったんだが、現実に即して考えるならこういう街並みの方がいいんじゃないか。全てのヒロインとお隣さんという条件が達成できない。全員隣の新築マンションの住人で主人公は地上げに屈せずに土地を守ったがおかげで三方をマンションに囲まれてうんぬん。ぶつかるのは初日だからそれぞれ元いた家から電車バス地下鉄その他で登校し、次の日長細い主人公宅の隣に引っ越しで OK。ボンバーマンとドルアガの塔を思い出した。舞台京都でいいんじゃね。こんな感じだったよな。北海道の都市部もだよ。弁当を忘れた日には目も当てられないことに。全員がお隣さんという完璧な家で来たよ。玄関どこだよ。自家用ヘリ。ヒロインが20人もいるなら主人公も20人いないとおかしくね。主人公 A から T とヒロイン A から T を合わせて40人のクラスにすればいいな。それはもはやただの現実だ。主人公は寮の管理人。朝に一休さんばりに廊下の雑巾が消してると次々女にぶつかる。それ確実にいじめ受けてる。なんか久々に VIP の片鱗を見た気がする。いかがでしたか？なかなかカオスな展開に頭がついていけませんでした。皆さんのご感想をお待ちしています。